近藤が波頭チャンネルで行ったアンケートをもとに作成しています。たくさんの投票、コメントありがとうございます。アンケート結果は1人が約半分、2人が 30%、3人以上が 19%、0人が 3% でした。皆さん波どう思いますか？それではどうぞ。今回は元アンダープエンテイ日本代表から何人生き残ると思う？に対するブルロミンの反応集を紹介します。アイク以外パッとしないんよなぁ。個人的にアイクだけでいいかも。元プエンテイから入れるならアイク一人かな。ブルーロック的には本職の守備陣固めるより、10点取られや11点取る全員フォワードスタイルが好き。元プエンテイのフォワード陣派ブルーロック勢より攻撃力あるイメージないし、アイクだけでもかなり守備力上がるから確定としてそれ以外がパッとしない。先導に奮闘してほしい印象。アイクは確定としてあと一人くらい残りそう。個人的には早手好きだから残ってほしい。アイクはディフェンスの視野の広さ的とかメタビ使えそうな感じのある選手だから残る可能性高いとしてもう一人守備枠で入れられそうではある。ディフェンダー組強いんだけどインパクトはあってもそこまで魅力がないからな。アイク以外、先導はブルーロック組にすら劣ってそうだし。アイクは生き残りそう。先導はプレースタイル変えて生き残ってほしい。アイクは残るだろうけど先導は残ってほしい。我々はフルチンストライカーを応援しています。グラビアは来季的なポジションで頑張ってほしい。ハリウッドやぞ。みんなの先導への期待がめっちゃわかるコメント欄や、わら。アイクは確定で、先導がどうなるかだよな。こいつの性能がどれだけ高いかは知らんが、少なくともブルロ勢相手に1点も決めてないから普通に落ちそう。先導はまだほぼ何もしてないんよな。アイクは活躍しまくったけど、先導はガッツしかなさそうに感じたからブルロのフォワード陣に割って入れはしなさそう。ディフェンダー陣とキーパーは残らないとブルロに途中参加した意味なくなるって。今のところ志村枠がエガグリだからそこを先導に変えてもいい。最初から日本はフォワード以外派いい選手が多いって現実に基づいた設定なのに、これで代表のメンツから一人とか二人とかしか選ばれなかったら明らかにおかしい。間違いないわ。ガダマルはいいとして他のディフェンダー組はほぼアンダープエンティデイ。入れるなら2個ぐらい。おしゃ欲しい。賞味ブルーロック勢たちがフォワード以外で成長しすぎてる。結局その高校で一番上手かったからストライカーやってただけで、本人の適性は別にあった選手が多いんよな。毎年さえも日本ではフォワードだったけど海外でミッドフィルダーになったわけだし。バチラとか顕著じゃない？ストライカーやってたのはパスを受けられるやつがチームにいなかったからっしょ。アイク、魅力、目当たりは能力的にいてもいい気がしてる。センターバック2人は好きだから残ってほしいな。アイク、先導、ニオは残ると思う。あと波長は微妙かな。なんでか長ケントが好きなんだよね。素晴らしい、のセリフとかビジュアルがなんか刺さった。アイクは確定だけどニオはちょっと心配。先導はだいぶ厳しいけどアンダープエンティでの裏をついたブロックから世界を見始めたから進化して生き残ってほしい。ネルは雪見や、ニオは時ミス、ダライは音や、アイクは残る。ブルーロックの世界観的にみんなフォワードの選手で組むと思うからアイクは元風だから残れてたのディフェンダー派落ちると思う。メタ的にキーパーはもしものために2人いないとヤバそうだからアンダープエンティのキーパーは残さなきゃダメな気はする。まあエゴさんの説明的になさそうな気もするけど考える。キーパー1人はきついんちゃう。深くとアイクとニオウとハヤテは残らないと守備面不安すぎる。ガガマルは正ゴールキーパーでいいかもだけど怪我とかで交代要員必要だし素人ディフェンダーも不安だからアイク、ニオウの2枚看板は必須だと思う。皆さんはどう思いましたか？アイク確定のプラスアルファでニオウはハヤテ、期待値込みで先導という意見が多かったですね。今後のアンダープエンティ勢の活躍に期待です。ご視聴ありがとうございました。